高次元調律一斉遠隔ヒーリングを愛するお前たちにプレゼント for you。 今回の満月、いて座の満月のテーマは夏至前の大きな変化変容、そして生まれ変わり、死と再生。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god、 お前が神だす、 Oh my god。 ヨッピータカピ吉川貴博チャララン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 ピゲ白髪まみれ悟りマスターでございます。今日はね、満月ってことで、恒例の高次元調律遠隔、ヒーリング一斉のやつね、愛するお前にプレゼントフォーユーしちゃうよっていう回でございます。で、今回ね、今月6月っていうのはさ、21日に夏至を控えているでやんすってことね。で、その夏至がなんと新月と重なってるでやんすっていうね、いろんなね、ことがこうこれからどん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 生まれ変わっていく、変化変容していく、死と再生、もういらなくなったものは、なくなり、そして新しいものが、生み出されていくみたいなね、僕も今それをビン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 感じちゃってる感じ、ビンビン感じてるってですね。これ急にビーズの歌全然わかんないでしょ、うん、ビンビン感じてるってね2回歌うなって話なんだけど、まあまあそんな感じで、今日はね、お前さんの、まあ、変化変容、生まれ変わり、死と再生、これからね、21日の夏至、新月に向かって、いろんなまたね、手放しが起きていくと思うんですけども、それのサポートに役立ててもらえたら、これ幸いかな、イエスみたいなね、感じでお届けしていこうと思います。では、早速スタートをしていくので、いつも通り体のチェックをしていきましょう。こう、首をね、横に倒して、一回真ん中に戻してくださいね。で、こう横にして、ね、左右の息加減の違い、可動域の違いをチェギラッチョしといてね。ね。で、次に、こう、肩を回す。ね。2回ずつくらいでいいですよ。内回し、外回し。で、肩の上がり加減をこう、まあ、自分でチェックする。こういう感じでね。で、腰もこう、左右に回して。痛い。肘をぶつけた。ね。で、最後、立ち上がって、前屈と反り腰をしていただいて。あと、どっか体で気になるところないかね、意識をちょっと自分の体に向けていただいて、いつもね、外側ばっかり向いてる意識ですからね、その意識をちゃんと自分に反転させて、お前さん自身にちゃんと向けて、で、何かこう気になるところがあれば、そこをチェキラッチョしといてください。で、今回ちょっといつもとやり方を違って、手放しね、緩めるっていう、リリースっていう、高次元調律をやった後に、ちょっと時間を空けてから、チャージをしていきます。ね。で、一旦だからこの動画、お前さんには止めてもらうことになるんでね、ご協力のほどお願いしますね。うん。じゃあ、まずは、お前さんの中でね、必要なくなってるエネルギーを手放す、リリースのね、施術をしていくので、リラックスして、もう体勢はね、自由ですよ。リラックスで、できるような体勢をとってもらって、目を閉じて、画面のね、この男前のヨッピーと意識を一つに合わせて、ちょっとそのままお待ちくださいね。で、受け取りますっていう宣言をね、準備ができたらしてください。はい、リラックスして目を閉じて、あー、リラックスできたなーってなったら、受け取りますという宣言を、まあ、声に出すか心の中で意図してください。では宣言を、受けたということで施術を早速していきます。はい、そうしましたら、まず手放しのね、リリースの施術が終わりましたので、一旦画面をね、一時停止していただいて、で、10分間瞑想ができる方は瞑想していただいて、できない方はまあリラックスした体勢で、この9位仰向けで横になっていただいてもいいですよ。椅子の上でも楽な姿勢で座って、このね、指を体につけて3点目をこの辺りに置いて、3点を同時に感じ取ると、こう静けさとかさ、至福感とか、なんかリラックスな感覚みたいなのに包まれるんで、この体勢で10分間自分の体に意識を向けながら、
呼吸を深めてリラックスしていただいてね、これじゃあ10分間やってみてください。じゃあ10分間終わったらまた一時ね停止を再生してね。 OK。 じゃあここからまた一時停止再生したというね、ところからの続きをお話ししていきます。ここからは手放しのねエネルギーでエネルギーがこう外に循環されたのが確認できたっていうところから、今度はチャージね、愛と感謝と喜び、楽しい、エンジョイ、幸せなエネルギーをお前の中に満たしていくね、充電していくっていう施術をしていくんで、またリラックスして目を閉じて画面の前のヨッピーと意識を一つに重ね合わせて、でリラックスができたなと思ったらまた受け取りますという宣言をお願いします。じゃあまた宣言ができたということで、今度はチャージの施術をしていきます。ではいきます。バッチリ、もうバッチリね、今日もバッチリだから、じゃあ体のチェックしていきましょうか。ね、首ね、さっきやった全部あのチェックをねやっていただいてね、あのゆっくりでいいですよ。これ僕今省略でやってるだけだから、肩をねこうチェックしてチェックしてね、立ち上がって前屈して反り腰してね、ゆるんゆるんでしょうね。でさらにこの後自分自身とつながりたいって人はまたこう QE しながら、あの瞑想するね、瞑想でもいいし QE しながらでもいいし、自分のやりやすいスタイルで自分の体にね、できれば頭のてっぺんからつま先まで、あのありのままを見るヴィパッサナ瞑想的な感じで自分のこう体に意識を向けていくってことをしていくと、何か感じ取れる場所があったりとかするんでね。で痛みとかなんかね緊張とかを感じる場所は、その感覚を排除しようとせずに、それとワンネスラブ一つになっていくと、自然と変容、変化変容、生まれ変わり、死と再生がね行われていくんで、お前の中にはそういう力が備わってんだぞ。わかったか、うん、それがお前ごとの愛の力、命の力なんだべっていうこと。 OK ってな感じで、今日は終わりたいと思います。素敵な満月、そしてねこれから新月に向けてよりエンジョイしていっちゃおうぜ。楽しいこと、大好きなこと、ワクワクすること、どんどんやっちまおうってな感じでご視聴お願いします。オーマイゴッド、チャンネル登録&いいねボタンよろぴこお願いします。今日も可愛い子どうぞ。来たね、姫ちゃん呼ぶと来るね。うん、出演率が高いね姫ちゃんは。でもね、まる、まる、まる。